いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2004年モデル、ポルシェボクスター S550 スパイダーエディション、ティプトロニック S を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下すり、フロントに塗装のハゲがございます。またフロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所、左ミラーに飛び石、右ドア複数箇所、左ドア複数箇所、リアバンパー複数箇所に線傷、左フロント以外の3本のアルミホイール、左ドアエッジ、リアバンパー複数箇所に傷がございます。走行距離に関しましては約7万8000キロ走っているお車でございます。外装色は GT シルバー、インテリアはブラックレザーが採用されております。ポルシェ伝説のスポーツカー550スパイダー、そのデビュー50周年を記念して作成されたボクスター S550 スパイダーエディションでございます。数多くの専用装備に加え、こちらのお車に関しましては世界限定1953台、ポルシェジャパンからの販売は61台と大変希少な1台となっております。エンジンは 3.2 リッター水平対向6気筒のNA エンジンが搭載されており、最高出力は266馬力を誇ります。また足元に関しましては専用の18インチアルミホイールが装着されており、足元からも特別感を感じることのできる一台となっております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペースに関しましてはフロントとリアに用意されております。大きめのボストンバッグが一つ入るスペースが用意された1台です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルスイッチが用意されておりますので、自由自在な変速が可能です。ナビゲーションに関しましてはカロッテリア製のものが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては5速のティプトロニック S シフトが採用されております。ダイレクトな加速感を味わうことのできる1台となっております。また両席に関しましてはシートヒーターも完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2004年モデル、ポルシェボクスター S550 スパイダーエディション、ティプトロニック S タイプ986を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約7万8000キロ走ってるお車です。市場でも大変希少な550スパイダーエディションが入庫いたしました。カロッツリア製のハードディスクナビゲーションやバックカメラ、シートヒーターも用意されておりますので、十分な機能も用意されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。